はようゴンザレスパラレルです。さあ今日は BBM ルーキーエディションプレミアム2019を一セット開封したいと思います。はい、狙いなんですが、ドライチはすごくみんな今年ね活躍しましたよね。上茶谷選手に松本選手、ソフトバンクの甲斐選手もね大ブレイクでしたね。あとはまあ広島の小園選手とかも活躍ねできましたね。それでやっぱり阪神の近本選手頑張りましたね。で、サインが欲しいっていうのは狙い目なのがですね、オリックスのドラ1太田選手、ドラ2頓宮選手で、ドラ7の中川圭太選手なんかがね引けるといいですよね。で西武もドラ3の山野辺選手僕期待してるんでサインが出たら嬉しいかなと思います。で日本ハムだったらあの吉田輝星投手ね、ドラ2の野村選手、名畑芽選手ですね、ドラ3で万波選手、柿木選手ともうタレント揃いですから誰が当たってもいいですね日本ハムは。では、開けたいと思います。ジャージも今年は枚数が結構あるのでね、どんなのが当たるか。じゃあまずは、はい、チェックリストがあって、レギュラーカードにもグリーンパラレルがあるんでね、一枚一枚見ていきたいと思います。はい、松本投手、山野辺選手ですね、甲斐野投手、吉田輝星投手ね、名畑芽投手、太田亮選手ですね。お、藤原恭太選手ですね。小園選手。お、清水昇投手ですね。お、中山選手出てきましたよ。高橋由紀投手ですね。増田陸斗選手、上茶谷選手ね、根尾昂選手、梅津選手ですね、グリーンパラレルはありませんでした。はい、グリーンパラレルが出なかったということで、まず1枚目の、なんか分厚いかな。じゃあ1枚目のプレミアムインサートはこちらです。お、ヤクルトですね、坂本投手。はい、嬉しいです、ヤクルトなんでね。はい、ルーキーカードなん、ルーキーサインなんでね、ちゃんと丁寧に書くのは多分1年目だけだと思うんでね。はい、じゃあ2枚目いきましょう。あ、なんだろう、おお、辰巳選手、うわ嬉しいな。50枚なんですね、これ50枚限定ですね、直書きですね、直書きですね。はい、やった、これは嬉しい、2枚箱、いやーよかったよかった。はい、以上になります。また開けますので、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。